こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。ホリデーシーズン向け補充個数。9月に入ったばっかりで、もう12月のね、ホリデーシーズン向けの補充かよという感じなんですけど、アメリカアマゾンをやってるセラーさんにはね、10月19日までに商品が到着しないと、ホリデーシーズンには間に合いませんというようなね、通知が届いています。オーストラアマゾンのホリデーシーズンの一番の山場は、12月26日のボクシングデーです。これに向けてね、儲かる商品は十分に補充しましょう。毎年在庫切れでもっと入れておけばよかったという報告があります。オーストラリア人はね、忙しい時期でも平気で休暇を取ります。そのために早めに商品を送らないと、ホリデーシーズンに乗り遅れる可能性があります。いつから在庫を増やすかは相談してください。これね、売れ残りのリスクも低いと。仕入れも安く、送料も安くて、利益が十分あるというのはね、もう早めに入れちゃった方がいいですし、逆にライバルの動向が読みにくいとかね、まだ販売実績があまりない、あるいは、月によってね、販売個数に全然ばらつきがあるといった場合にはね、何個入れるか、ちょっとこれ難しいところなんで、間違えて判断してね、在庫が少なかったら売り切れてもったいないですし、在庫が多すぎちゃったらね、せっかく入れて儲かったと思ったらね、在庫処分で値崩れさせちゃうということにもなりますんで、在庫どうするかは相談してください。それからね、通常は2週間から8週間もの在庫を入れるんですけど、これ、販売8時間でね、10個売れたから、1ヶ月で40個売れると、じゃあ3ヶ月分ホリデーシーズン用に120個入れちゃおうとなるとね、たまたまライバルがいなかった時だったとかね、この短い期間で売上コストを読むのは非常に難しいです。で、その時ね、在庫を入れすぎちゃって、みすみすお宝商品になるはずだったのに、ね、長期在庫を避けるために自分で値崩れさせちゃうということがないようにね、入れすぎにも注意してください。販売実績は2ヶ月未満の商品の、補充個数は相談してください。またね、ある程度大きい商品、ね、重い商品なんかは、船便を組み合わせた方がいい場合もあるんで、何しろ、ホリデーシーズン向けにね、月10個以上売れてる商品を何個補充しようかという時はね、相談していただいた方がいいです。また9月のうちにね、ホリデーシーズン向けの商品増やすというのもね、やっぱり年末に向けて売上利益を伸ばすには、非常に重要なことなんで、商品をね、どう増やしたいか、新たな商品どう探すか、それについてもね、また相談してください。今月の商品探し、商品納品、これがね、ホリデーシーズンへの、基本的な売り上げに結びつきますんで、しっかりと商品探して、どんどん商品を送ってね、年末たくさん売って、来年は良い形で迎えられるように、今から、取り組んでいきましょう。また、質問、ご相談お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。